にちは、管理栄養士の赤松瑠美です。今回は前回に引き続き日本健康食育協会の代表理事である柏原幸男先生にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回の動画では幸男先生のご活躍とお米生活を始める前は体に様々なトラブルがあったというお話を伺いました。まだご覧になっていない方は概要欄のリンクからご覧になった上で動画の続きをご覧ください。じゃあそんな幸男先生がお米生活で激変をしたとは思うんですが、そもそもお米に着目したきっかけは何だったんですか？これはですね、私さっき言ったそういう不調は食事のせいだと全然思ってなくて、はい、でも仕事では人の食事のアドバイスをするということをやってて、まあ糖尿病の予備軍の方とか健康診断に引っかかってこう話聞きなさいって先生から回されるような方にアドバイスをしてたんですよね、企業の健康管理士とかでやっていて、で最初は食事を変えても改善する人が少なくって、大学で習った栄養学をやってたわけですよ、はい、そうするとなかなか良くならなくって、セオリー通りなのに食事の改善って難しいんだなって思っていたんですよ、はい、たくさんの人の食事を分析してた時に、はい、食事の傾向で分かりやすいのが、カロリーが本来取るべきカロリーが少ない人、はい、全然カロリーオーバーしてない人がとっても多かった。あ、食べ過ぎじゃないと、カロリーオーバーしてないなって、オーバーしてる人の方が珍しかった、カロリーはオーバーしてないのでビタミン、ミネラル、食物繊維全部が不足してる。なのに脂質だけボンって飛び出してて、なんか脂質だけみんないっぱい取ってんだなって思ったんだけど、じゃあそういう人が脂っぽい食事をしてるかっていうと、そうでもないんですよ。あ、意外ですね。でそういうのを分析してると、あれ、脂質がオーバーするのはご飯が少なくておかずばっか食べてるからだっていうのがなんか傾向として見えて、わあすごい。なのでじゃあこれ逆転したらいいんじゃないのっていうのを試してアドバイスをしてみたら、すごい結果が、変化が大きくって、じゃあ減らすんじゃなくてお米を足したらいいんじゃないの、ってだってカロリーオーバーしてないから増やしていいじゃん、でその分脂質のオーバーしてるものをカットしなきゃいけないから、あ、じゃあ脂質を取ってるのはお米には脂質ほとんど入ってないから、そうですね、あ、じゃあおかずの方ちょっと控えて脂質を減らせば帳尻が合うかなっていう仮説を立てて、ちょっとこうアドバイスをしてやってみて、したらすごい変化する方が増えたんですね。あ、でも仮説ってことはその時に本とか学説とかそういったので何かエビデンスはあったんですか？ないです。なく見てて、はい、いやこうなんじゃないのっていうのを、まあ、ちょっと試してみてくださいって。あ、まあ、それはでも栄養学的な観点で言うと、だって本来のバランスから崩れてるわけだから、はい、そのバランスを整えるためのアドバイスをしたわけですね。でカロリーをはオーバーしないように、でもこのバランスが崩れてるのを脂質だけがボンって出てるのを調整する、でビタミン、ミネラル、食物繊維足りてないから、それを増やす形が意外とおかずを減らすことだった、なるほど。で、まあ、それは栄養のバランスを整えれば良くなるんじゃないかな、こうなんか学術的なものはないけど、でもまあ栄養学で実証されてることだから、大丈夫なんじゃないかっていう観点で、まあお試しくださいって、そうすると劇的な変化が皆さんに起きた、圧倒的に結果が出るようになったんで、あれ？お米？みたいな感じで、それ始めた1年目にそのアドバイスした人たちの健康診断の変化をチェックしたら、あ、そうかもしれないっていう風になって、じゃ次の年からそういうプログラムでちゃんとやってみようってしたらすごく結果が出た。なるほど。お米がいいよって伝えてたわけじゃないんですよ、その当時は、バランスを整えることが大切で、バランスを整える方法としてお米を調整する、はい、一般的にはお米減らす人が多いけど、お米を増やすというのはちょっと大丈夫かなって思ったけど、やってみたら
すごい結果が出るっていうことで、ちゃんとその企業の健康管理室のプログラムで、うん、こういうふうにやりたいって提案して、うん、いいですよって言われたので、はい、まあ、何人か結果が出てたのもあったから、はい、正式にそれを本格的にやり始めた、うん、でトータルでそこの企業さんとして11年やってるんですけど、うん、本当11年間の経過をずっとこう追っていくと、はい、改善率すごいのよ。すごい、うん、ゆきお先生の中でバランスを整える上でお米を追加したらいいって思われたってことは、うん、ご自身の食生活でも実践されたんですか？そう、私自身は自分にお米が少ないっていう認識があんまりなくって、はい、でたまたま結婚をしたのを機に食生活がガラッと変わったんですね、うん、それまで一人暮らしで自炊もしてたけど、うん、仕事が忙しいとやっぱり簡単なものパン、ね、うん、買ってきて終わらせるとか、はい、まあ、ラーメン食べて帰るとか、うんうん、家で作るのはパスタとパスタソースとか、うんうんうん、まあ、簡単なものをやってて、 はい、あれ米少なっていうのはちょっと、うん、あれって思って、うん、1日1回もお米食べないとか、うん、その日もあったんですね。避けてたわけじゃないけど、うんうん、でも、まあ、なんか忙しいからって言い訳をしてた、うんうん、で結婚を機にまあ、食事をちゃんと作るようになり、はい、当時の旦那さんのお弁当を作るというと、うん、朝ごはんを炊く、はい、で朝ごはん食べる、うん、お昼も自分の分のお弁当も作るようになって、はい、お弁当だからご飯、はい、で夜も夜ごはんお家で作るってなったら、はい、3食ご飯生活に急に変わったんですよ。自然にお米生活がスタート。そう、うん、はい、そしたらいろんな不調が一気にほとんどなくなって、えっみたいな、なくなった、何これっていう感じです。カサカサだったお肌はすごい、最近なんか潤いがあれ乾燥しないとか、うん、なんかそういう変化、便秘もなんか調子いいぞとか、はい、なんかさポコポコするぞ、寒くないぞとか、うん、そうですよね、極度の冷え性っておっしゃってたんですけど、うん、今真冬でもめったにコート着ていらっしゃらないですね。そうですね、あんまり着ないあの昔大阪に住んでいたので、うん、大阪でゆきお先生にお会いした時、うん、真冬なのに東京からコート持ってきてないっておっしゃるんですよ、うん、もうびっくりです。まあ、コート持ってるんだけど、うん、コート着て出かけると邪魔じゃない？邪魔じゃないです。冬は電車乗ると暑いし、コート着てるとまあでも降りたら寒いのでいりますよね。電車の中で着て、ね、脱ぐのもめんどくさい、うん、でも着てると暑いで、建物入ってもみんな暖かいから、外歩くときは早歩きすれば温まるからいいやっていう風で、寒いとは思うてもコート着るのめんどくさいすごい変化ですよね。もう冷え性は体質じゃなかったっていうことですね。あらゆるものが食事だったんだ、うん、っていうとこから、もっと結果を出すためにどうしたらいいんだろう、うん、まあ、お肌の乾燥感もちょっと良くなったけど、うんうん、もっと良くしたい、はい、便秘も日によってやっぱり、ね、違うから、うんうん、どうしたらもっと出やすくなるんだろうとか、うん、もうちょっと変化したところか、うん、もっと欲張りになって、うんうんうん、であと私以外の人にもこう結果が出る再現性が必要だと思ったので、はい、そこからエビデンスを調べ始めたり、あ、はい、より結果が出るための食べ方を徹底的に研究したっていう感じですね。なるほど、うん、では まだゆきお先生の中でお米生活というのは体型だったものはその時はなかった、うん、そうですね、その当時はその栄養のバランスを整える方法としてやってみたっていうのと、うんうん、自分がすごく変わって、うんうん、ごめんっていうのを人に自信を持って伝えるレベルではないですね。では具体的にお米生活を体系立てて伝えていこうってなったのはどのあたりからなんですか？まあ、自分が30歳の時に、うんうん、お米生活になって、うんうん、すごいかも、でじゃあこれをちゃんと人に伝えられるように、はい、教育プログラムを作ったんですよね、はい、でそれで教育プログラム提供してたらやっぱり皆さんすごい変わるわけですよ。うーん、でやっぱ多くの方が、うんうん、
お米ってそんなに食べていいのとか、はい、お米でそんなに変わるの、はい、っていう風だったんですね、うん、やっぱ最初私もそんなに自信がないので、うん、多分大丈夫ですとか言った中で、うん、すごい素直にそれを信じてやってくださる方がやっぱいらっしゃって、うん、あ素直大事ですよね。でしばらくしてお会いした時にやっぱりすごい変わってる方とかがいて、はい、どうしたんですか何やったんですかって聞いたら、はい、あなたが言ったことをやったんだよって本当にみたいのがもう次々出てきて、はい、でだんだんこれはすごいかもしれないっていうところを、まあ、ちゃんと伝えていこうってなったんですけど、世の中どんどん糖質制限がね力を、ね、はい、広げていき、ますますお米なんてみたいに言う人が増えてったので、はい、うんうん、あこれはなかなかAだぞとは思ったんですけど、うん、はい、でも実際こうこれをロジックをちゃんとこう再現性があるものにするためにエビデンスをめちゃめちゃ調べたし、はい、各分野の専門の先生に私はあの突撃して、うん、知りたいと思ったら聞きに行くってやってたんで、はい、国内の有名な先生のところに縁をたどってアポ取って話を聞きに行ったり、こういう仮説を立ててるんですけど先生のご経験からどうですかっていうのを質問しに行ったり、はい、結構な先生に会いに行ってるんですよ、うんうんうん、でそうすると否定する方あまりいなくって、あそうなんですね、うん、それで私が知らなかった情報とか、うん、こういうエビデンスあるよとかを教えていただくことも多くって、はい、それであ実際世の中は糖質制限がこう、ね、人気になってるけど、うん、エビデンスの観点から見てもいけるんじゃないかってなって、まあ、本を出すお話をいただいた時に、はい、まあ、その本を出すことがきっかけですね。一番のもうお米生活というか、うん、ご飯中心の食生活をカリキュラムでお伝えしてはいたんだけど、はい、一般の人向けじゃない、はい、うん、まあ、専門的に勉強したい人向け、うん、一般の人たちにお米を食べていいよとか、うん、まあ、6対4とか2号とかっていうこのキーワードは最初の本を作るときにどういう企画で本を作るかをめちゃめちゃ議論したんですよ。でそこで、あ、じゃあ世の中はお米は離れてってるから、うん、お米に着目した本にしようっていうふうにお米推しになったのが、はい、その企画がきっかけで、はい、その時に6対4とか2号、うんうん、一般の人が分かりやすい目安を作ってくださいって言われて、はい、でバランスもバランスって言われても分かんないから、うんうん、とか編集の方とやり取りしてた時に考えたのが今のベース、もうキーワードが出てきたわけですね、そこで、うん、だけど本当時本のこのやっぱリサーチをすると、はい、お米の本、お米がいいよって書いてる本いっぱいあるんだけど、はい、あんまり売れてる本がなくって、あ、わざわざみんな健康のためにお米を食べようっていう意識は低かったってことですね。むしろお米を控えようの本が売れてたっていうですよね、うん、なので本も表にお米のことは書くのやめようって言って、お腹から痩せる食べ方っていうタイトルになり、はい、それがなぜかっていうと現場でやってると内臓脂肪がすごく落ちてお腹痩せをするっていうのが実績であったので、はい、じゃあもうそのままのタイトル、うんうん、読んだら中には米推しっていう形の企画になって、はい、この本が、まあ、ありがたいことに大ブレイクして、はい、もう私も読ませていただきました、はい、テレビでもすごい取り上げていただいたっていうのがすごく広がったきっかけですね。お米を食べてお腹から痩せるって衝撃ですよね。食べない方がいい、お米は太るってみんなが思っている中で、うん、ただそのお米食べるって本がブレイクして広まっていったとしても、どうですか、周りの反応としてお米食べることに対して、まあ、バッシングが多かったですよ。最初に本の企画をしているときは伝えたいことをどうやってまとめるかっていう議論で必死だったんだけど、はい、じゃあもう原稿が終わりました、出版決まって本が出ますっていう直前だったらすごい怖くなって、はい、こんな本出して大丈夫かなとか、お米食べてっていうことを伝えて、ね、なんか反論されても怖いしっていうのですごい怖くなったんだけど、はい、出版決まっちゃってるから止められず、はい、うんうんうん、で
やっぱり、まあ、テレビとかメディアでわーって広がった時に、はい、栄養士のくせにこんなこと言うなんてありえないとか、糖尿病増やす気かっていうこととかを結構言われましたし、はい、ネット上での誹謗中傷じゃないけど、うんうん、反論みたいなのもいっぱいあって、うんうん、やっぱり来たかって思ったんだけど、うんうん、その時に、はい、まあ、お世話になってる師匠が、はい、見なきゃいいって反対意見も見なきゃいいって。なるほど。でも、うん、私の周りには実践してすごく良くなった人とか、うんうん、人生変わりましたとか、うんうん、本当に感謝の手紙とかもいっぱいもらってたので、はい、そういう人たちをたくさん生み出していることに意識を向けなさいと、はい、素晴らしいアドバイスですね、うん、で、まあ、世の中にはいろんな意見や考え方があって、うん、価値観が違う人もたくさんいるけど、あなたの価値観で救われた人がたくさんいるでしょって言われて、うん、そこだけに意識を向けなさいってアドバイスもらったんですよ。もうその先生のおかげで今のゆきよ先生があるんですね。そう、うん、そういうディスってくる人とか、うんうん、もうなんか管理をしやめろとかね、そういう声は、うん、もうね、見ないようにしたんです、うん、もうそういう人はお米食べてないですもんね。そうなんです。もうなんか数字とか、うん、なんかいろんな他のデータを見ておっしゃってるのかもしれないですけど、うん、そう、でやっぱりお米食べてうまくいかなかった経験がある方なのかもしれないけれど、うん、それに対しては今後よりちゃんとした食べ方とか、うん、うまくいかない理由とかをもう伝えていって、うん、知ってもらう努力をしなさいっていうアドバイスをいただいたので、はい、なるほどって、うん、で実際私もお米がそんなすごいって知らなかったし、はい、まあ、世の中はただ知らないだけで、うん、知らないことは受け入れられないとか、はい、否定したい人もいっぱいいるんだなっていう風で、はい、でもやっぱそういう意見を見るとやっぱ見えるし、うん、もうぐさってくることを書く人がいるので、うんうんうん、そうだね、視界に入れないように努力をした。いやー、もう本当によくぞそこを乗り越えてくださったなと思います、ね、自分自身が30の時からお米生活をして、はい、今年20年目になるんですね、はい、20年間やってきて、はい、まあ、やり続けてよかったしかなくて、うんうんうん、劇的に自分自身も良くなったし、はい、ここルミさんみたいな仲間も増えて、うん、本当に心強いし、うん、そしてやっぱり実践して良かったっていう人たちが、まあ、何十万人もいるっていう、うん、ここが、まあ、私の今のもうこれをやっていこうっていう決意のベースですね。そうですよね、うん、あの YouTube ライブも定期的にされてるじゃないですか、はい、そこでもうリアルで米生活いいと思ってやってますけどうまくいきませんっていう生の、ね、悩みにどんどん毎回丁寧に答えてらっしゃるじゃないですか、はい、まさにそのね、バッシング来た時に先生からおっしゃられたことを実践されていらっしゃいますよね。そうですね。でやっぱ興味を持ってくれて、うん、でやってみたいとかやってますっていう人たちをとにかく大切にして、うんうん、そういう人たちがいい方に結果が出れば、はい、あ、米本当にいいんだって実感してくれる人が増えるので、うんうん、そういう人が増えた結果お米の消費が上がり、お米っていいんだねっていう認識がね世の中に広まればいいなっていう、うん、はい、まあ地道ではありますけど、はい、あの世直し運動だと思って、いやもうかなり貢献していらっしゃると思います、ではこれからゆきよ先生がお米について伝えていきたいこと、またね、今後の活動の展望などを聞かせいただきたいと思います。はい。そうですね。今一番力を入れているのが、公益財団法人日本ヘルスケア協会という団体がありまして、ここは日本人の健康寿命の延伸というのを掲げている、うん、まあ、公益財団なんですね。はい。ここの中で、お米で健康推進部会という部会が、はい、立ち上がりまして、うんうん、私はそこの会長から、うん、お米で健康推進部会の部会長をやってくださいってご指名をいただいたので、はい、うんうん、って思ったんだけど、まあ、日本人の健康寿命の延伸のためにお米は絶対に役に立つと思っているので、うん、やらせていただきますって言って今引き受けてやっていて、うん、まあ、ここではお米の健康効果をもっと実証して、うん、世の中に普及していこうっていう、はい、まあ、そんな活動をしてまして、はい、まあ、私ずっとライフワークとしてお米の良さを伝えてますし、
こう仲間も増えて、はい、発信広がっているで YouTube なんかでもお伝えしているんですけど、はい、やっぱりもっと専門的に医学分野とかも含めて、うん、ドクターとかがお米に対して否定的な人が多いでしょ。そうですね、うん、やっぱりドクターがダメっていうと、うん、なかなか世の中の意識が変わらないっていうのもあるので、はい、やっぱりそういう人たちにも評価されるようなエビデンスを蓄積したりとか、うん、研究を増やして私たちが伝える人たちに、まあ、そういう情報をお渡しして、はい、こうね、本当にお米っていいんだねっていう情報を増やさないと、うん、はい、なかなか広がらないなと思ってるので、うん、まあ、今そういう、ね、学術的な分野をしっかりやろうっていうのを進めているところです。そうですね、お米食べて平均寿命じゃなくて健康寿命を伸ばすってことですよね。ただ長生きしても後、が辛いのは嫌だから、ですよ、ね、楽しく生きる人を増やすための、まあ、食事法としてお米をちゃんと食べるっていうことがどれだけ貢献できるのかっていうことを、うん、まあ、かなり実証はしてきているけれど、はい、もっとインパクトがあり説得力があり、うん、信用度の高い情報を増やしていくための、うん、まあ、ここもね、時間がかかる取り組みではあるんですけど、はい、そこを今力を入れてやっています。実際私もお米を食べるようになって、今より10歳以上若かった時より、うん、確実に今の方が体が若くて元気だと思うんですよ、うん、本当に私20年お米生活やってるけど、はい、その前20年前より今の方がいいから、間違いなく、ね、もうお肌なんて昔からそういう綺麗なお肌なんでしょって私は思ってました。ひどかったからね、あの以前シミがあったお写真拝見しましたけど、うん、どこにもないですもんね。なんかそう、20代前半の時の方が小じわと、はい、うんうん、カサカサ具合がすごかったんで、もう年を重ねるとだんだん悪くなっていくっていうことしか思ってらっしゃらない方おられるんですけど、うん、ね、お米食べると若返るって言うと言い過ぎるかもしれませんが、まあでもね、見た目年齢とかは周りの人が評価することだと思いますけど、うん、若返ったねとか前より若いねってやっぱすごく言われるので、はい、そう、若返ったと思っていいんじゃないでしょうか。そうですね、言われるでしょう。だって言われます。で、清先生の前の写真も何枚か拝見しましたけど、うん、今の方がずっと若く見えます、これからも、ね、より元気に楽しくいけばこう、ね、ずっといい状態を保てるんじゃないかと思っています。そうですね、それをと私たちのこの中から広げていって、うん、日本の皆さんが元気になっていくってことにつなげていきたいと。そうなんです。はい、はい、今日は貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんもお米を食べて元気で楽しい人生をこう、ね、手に入れてほしいので、やっぱそれにはね、毎日のお食事を楽しむとか体調とかメンタルの状態がいいっていうのはすごく重要だと思っていますので、ぜひお米生活やってみてください。では、きよ先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。私のお米生活の体験談は、きよ先生のお米チャンネルで紹介しています。そちらもぜひ合わせてご覧ください。ルミさんの劇的なビフォーアフターがありますので、ぜひご覧ください。このチャンネルでは、3食しっかり食べて体型と健康を維持する食事法についてお伝えしています。この動画がいいなと思った方は、グッドボタンやチャンネル登録していただけると嬉しいです。また、私の3食の食事はインスタグラムでも紹介しています。こちらもチェックしていただけると嬉しいです。メルマガも始めました。しっかり食べて元気になる情報を届けていきますので、ぜひご登録ください。では、最後までご視聴ありがとうございました。